フォロワーを増やしたらいいと思ってんねん。どういうこと？もう相手のやつをフォローしてこっちも増やすみたいな。フォロワーを増やしたらいいと思ってんの、お前みたいなやつは。そんなつながりを、薄いつながりを増やしただけやねん。フォロワーなんて俺20万人ぐらいおるけど、おらんくていいと思ってるもんね。むしろだってなんかフォロワー増えて20万人おめでとうございますとか来るけど、お前と一緒にすんなと感覚。俺別に、ね、そんな薄っぺらいライブにも来い。だからライブに来て応援してくれて、ファンレターでいつも応援してますとか、ちゃんとね、俺のこと昔から知ってくれてるやつが、フォローしてくれるのはいいけど、その辺でテレビで見て、フォローしておこうぐらいのやつやったらいらんしね、別に。それありがたいと思わへんしね。なるほど。だからまあ。だそれがね、最近今日もちょっと腹立ったんですけど、ね、昨日休みやったじゃないですか。僕らがね。うん、そういらんやろ、その相槌、そりゃそうやろ。ね、エディさんがとか言わへんやろ。いらん相槌やねん、休み、休みやったんや、ね。で、今日はオールナイトニッポンだけやったから、ちょっとまあ、余裕のある感じでね、ちょっと久しぶりにゆっくりできるみたいな。で、今日江ノ島行ってきて。あ、いいね。で、昨日はもう名古屋に弾丸で行ってきて、江ノ島バーッと行ってね、電車の中でね、写真、ツイッターでつぶやかれたんですよ。馬の下村本電車の中いるみたいな。ね。それを僕が見つけて、ね、エゴサーチですよ、得意の。で、それ、書かないでもらっていいですかみたいな。はいはい。それに対して、ね、言うわけですよ、周りの、フォロワーのしょうもないやつがね。いや、じゃあ、芸能人辞めたらとか。ね。そんなことで怒らなくてもいいじゃないですか、器小さいって言うのは、これね、声を大事に言わしてもらうと、これぜひね、ノッティビーでもね、再度聞き直して、君たち勉強しなさい。これは、こっちが言うセリフやと。ね、全然いいですよ、取ってもらっていいですよ、っていうのはこっちが言うセリフだと。お前らが、ね、いいじゃないか、芸能人なんだから、ケチだなっていうのは、お前らが言うセリフじゃないぞと。ご飯食べに行って、ね、もうサービスしろよって言うんじゃないと。店側がサービスしてくれてるんだと。その感謝の気持ちがなさすぎるんですよね。ね、お前、だから、ストリッパーだろ脱げよみたいな。ストリッパーだから脱いでもいいのよは、ストリッパーの方のセリフやから。お前らに言う権利ないから。お前らは、なぜかというと、それは個人の主張やから。こっちの主張やから。こっちの主張。こっちの主張やから。こっち、その財産はこっちのもんやから。自分という財産は。お前の、例えば、俺がね、道歩いて女に、ね、女やったらケツぐらい、パッとぐらい触らせろよ。それ違う。それは、女やったら気遣いせえよ。例えば、女やったら、お茶くめよ。って言うじゃないですか、OL に。ね。それはお前が言うセリフじゃないと。それは OL の人が、私 OL だから、お茶くむ、組んできますっていうのは OL のセリフだと。こっちが、お前のことを汲み取って言うな。それは癒しすぎるぞと。人としての謙虚さがないです。配慮に欠けてるんですよ、これ。なるほど。そういうやつが多いね、なんか。芸能人やったら、これ有名勢やろ。有名勢はこっちのセリフやから。こっちがね。お前が言うことじゃない。その時点でお前の方が非がある。謙虚さがないんだと。それはもうほんまにごく少量やけど言うてくるやつおるよね、そういう。でもお前は分かってない。お前は今合わせてるだけ。お前は、今さっきまでのクラブの分を挽回しようと思って、今。いや、別に挽回しようと思って。言おうと思って言ってるだけ。いやいや、分かるよ。その気持ちも分かるよ、別に。ただクラブに関しては別に楽しいし、みんな健全な場所やから行って全然いいと思うし。そういうやつおるよな、なんかもう。どういう、なんで、謙虚さないね。人の気持ちが分からへんねん、だから。謙虚さ。まあ僕もね、結構、あんまり空気読まずにガンガン言ってまうタイプやから注意されてしまうタイプやけど、街でこの、で、こっち、だから俺言うよ、だから。だから、忙しくなかったりしたら、よかった、ね、ファンの声やったらしていただいてると思いますけど、こっちからよかったら写真撮りましょうかとか。時間あったらね。あ、ファンなんです。握手してくださいって言われた時、よかったら写真撮りましょうかとか言うよ。こっちから言うセリフやから。向こうから、いや、写真撮ってください、時間あるんだからって言わないでしょ？あ、言わへん。こっちのセリフやから。まあまあ、それはね。みんなもそう。言い方一つやからね。写真撮ってもらってもいいですか？お暇やったら撮ってもらってもいいですか？もしお時間あったら。よかったら家上がってお茶でも飲んでてください。じゃない、やん、そうやんか。うんうん。玄関来たんだからお茶ぐらい飲ましてくれよ、おかしい。それは腹立つね。いいでしょ？そういうことやね。言い方一つ。なんか最近ね、そういうね、もうね、もう山ほどね、このオールナイトニッポンゼロで喋りたいことがあって、例えばね、オールナイトニッポン、今までね、3、4回ぐらい、ね、ちょっとしたネットニュースが悪いんですけど、なってるわけですよ、ここで言った発言が。その中の一個で、僕が昔ね、なんか、その、ね、僕のね、元相方がね、番組のディレクターやっててね、そいつと飲みに行った時に、駆け出しのアイドルみたいな子がいてて、そのね、番組のスタッフが、そのアイドルを持ち帰りして、
結局そういうことあったみたいな、うん、ねことを俺の日本ゼロで言ったんですよ僕最初の方で、うん、でそれがネットニュースみたいになってて、うん、それをなんか書いてるやつがいてて、うん、なんか結局グラビアアイドルは全員そうなんだみたいな、うん、書いてるんですけど、うん、いやそんな人それぞれということこいつはバカやから分かってないですよね。ね、うん、たまたまそいつがそうやっただけで全員がそうなんだと思ってんのがおかしいぞと、うん、それも個人として見てない証拠なんだと、うんうんうん、その言葉に惑わされてる、芸能界の全員そうそうじゃないそうじゃない子もいっぱいいてるし、うん、そりゃそうです、それみんなそうなんだって何年、うん、ね、うん、僕岸明日香ちゃんのね、うん、あのツイッターのコメント欄今ね、あの暇があれば見てるんですけどね、今見てるどんなこと書かれてるのかなと思って売名家とかね、うん、ね、うん、その売名家で出たぐらいでテレビで残らへんから、うん、ね、うん、それを売名って言えるお前らのしょうもない価値観ね、うん、ね、うん、僕ね、あのね、言いたいんかな、でも僕ね、ツイッターで僕いい例え思いついたんですよ。ツイッターで芸能人の人と一般の人が喧嘩するときに、うん、芸能人は影響力でかいんだから、うん、ね、うん、素人にそんなこと言ってダメですって言ってるやつ、はいはいはい、いてるやん、うん、あるある、たまに、うん、ね、うん、ね、うん、影響力でかいんだから、フォロワーの数が違うんだから、いや違うぞと、うん、ツイッターというリングに上がってきてるんだと、お前は、うん、ね、同じボクサーなんだと、うん、パンチ力がでかいかね、うん、弱いかの違いで、うん、ね、うん、じゃあツイッターやめろと、うん、そこでお前が先にパンチ殴ってきてて、グローブして、リングに上がってきてて、うん、殴り返されて、パンチ力強すぎんですよって言われても、うん、おかしいんだぞと、うんうん。もう階級は一個っすよ。ツイッターというね。あ、はいはいうん、階級でそこ言われたらダメやから。弱いやつが強いやつ。パンチ力やから。うんうん、女リング上がってきてるから。うんうんうん、かじゃあツイッターやめろよ、お前が。うん、コメントしてくんなよと、ね、うんうん。ね、うん。俺よくあんねん、晒し上げるのかわいそうだと思いますとかね。はいはいはい、その一人、アホとかやったやつに、やっちまってくださいって書くねんけど、うんうん、かわいそうだと思いますって来んねんけど、うんうん、じゃあそいつツイッターやめろよと。コメントしてくんなよと、うん。お前がしたから俺書いたんだぞというね、うんうん。何を常に弱者の立場を取ろうという癒しさね。醜さ。うん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 、我々一般の人にひどすぎますとかね。うんうん、まあそれを。常に弱者ぶるっていうしょうもなさね。うんうん、それ言うてる人がおかしい。惨めですよ。まあね、言いたいんやろうね。そういうの言いたいというか、そういうので目立ちたいっていうのもあるんじゃない。イコールこっちは全員を味方にして強い時もあるし、うん、全員を敵に回して弱い時もあるからね。うん、攻められたりしてね、うん。そうそうそう。うん、するし。うん、でしょ、うん、フォロワーが時に狂気にもなるわけでしょ、うん、自分を攻められるわけでしょ、うんうん、その、ね、攻めてる時だけしか見てないしね、言ったら。あとね、最近ね、うん、なんかね、もうこれ申し訳ないですけど、うん、一部のね、うん、やっぱこう人気がちょいちょい出てくると、うん、ね、ファンがね、ファンと言うんですか、ファン、うん、ファンというのは一生懸命応援していただいて、ライブとか見に来て、うん、あの僕のお笑いとか分かってくれてる人のことをファンと言うならば、そいつはファンじゃないですよね、うん、なんかアホみたいなね、にぎやかしのね、うん、女がいっぱい増えてきたんですよ、なんか、うん、どんなにぎやかしってなんか、うん、ね、コメントでね、うん、なんか一回あのそらしおの本坊さんがね、はいはい、なんかおばあちゃんと一緒にざっくりハイボールを見て、うん、ハイタッチを見てた時に、うんうん、なんかウーマラシャ村本が出てきたところで家族全員変な空気になったみたいな、うん、そりゃそうでしょうと、まあ、うん、僕がね、うん、どしもネタファンに手出したみたいなこと言ってるから、うんうん、そう、本坊さんもボケで書いてるし面白い、うんうんうん、面白い、あ、なんかありあ美味しいな、ありがとうございますと思って、うん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 、本坊さんにへへへみたいな、うん、やりとりじゃないですか、うん、それに対して本坊さんに対して失礼なことめっちゃ書くんですよ、うん、悪口みたいな、うん、おいみたいな、うん、村ピーに失礼だろみたいな。うわー、そういうことか。こいつらほんまもうお笑いみんなよと思って、なえたもう、俺のフォロワーやめてくれよと、もうこんなやつは、うん、で、それを僕がね、うん、お前な、お、うん、あの、君ね、みたいな、うん。ほんま、もう迷惑だからやめて、みたいな感じで書くやん。うんうん、ほんだら、なんか、うわ、村ピーに毒吐かれたら嬉しい、みたいなことが、もうな、もう。どうしようもないやん。どうしようもないね。もう気持ち悪い。気持ち悪いね。うん、彼氏のおらんブスがね、寄ってくんねん、いっぱい。俺のとこに。なるほど。まともな感覚持ってないやつがね。うんうん、中学生ぐらいのやつですよ、多分。まあね。うん、中学生、高校生。大人でそんなことしてるやつもおるから、そいつよっぽどね。うん。まあまあ少ないとは思うけど。特に俺のファンの人多いんじゃない？あ、そんな感じする。でも、まあ、うん、一部よ。うんうんうん、まあ、ちゃんと応援してくれてる人もいるんですよ。うんうんうん、で、僕を限りなく男として見すぎてるやつは、うん、勘違いしてるよね。うん、かっこいいとか、そう言ってもね、うんうん。なんか、名古屋行ったって言った時に、うん、女とですか？女の子とデートですか？って、うん、その時は後輩って言ったんやけど、うん、俺普通に女の子と遊んでるしね。ガンガン。言っちゃった、まあ、まあ。いや、そらそう言っちゃったってなんで言ったらあかんの、うん、俺は牧師かい？いや、そうやけど、その時は。俺はカトリック吉本かい？その時は後輩って。その辺の女性関係、
普通の人より見たからよ。